ろあるよ、あと鮎とか。鮎？鮎はいいか。鮎はねえ、鮎は好きにさせておくか。そうじゃない、好き勝手やってきゃいいんだよ。もうこの人はそういう感じになるんでしょ、多分一生のうち5、6回。誰だっけ、あのエリザベス・テイラーじゃない、あれ有名な人いるよね、5、6回この大女優いたっけ、誰だ、有名な人、まあそういう人いるじゃん日本でも。はいはい、聖子ちゃんとかね。ああ、そっちでしょ多分、それに憧れてんでしょ。すぐ離婚するでしょ、その通り。わかんない、ね、だって25歳でしょ相手。だってうまくいくわけないでしょ。これみんな分かってることだよ、離婚する。みんな分かってることでしょこれ。だからそういう、多分だからそういうことなんで、離婚本人もするって分かってんだよ。だからむしろ離婚するかしないかをかけるんじゃなくて、どれぐらいでするかってかけるの対象だよねこれ。そうだね、あのブックメーカーだったら。また早いんじゃないの、来年中じゃないの。前は何年、あ、なんか結婚してないことになってたんでしょ前。1年以内。前はね、あの日本のその戸籍ではなんか、知ってないんだよね。ああ、基本でも1年。でも婚姻届を日米の役所に提出していなかったため、戸籍上は独身のままだったことが判明し話題となったっていうけど、もう戸籍上も何もさ、有名人だから意味ないよね。意味ない。それ無名な人の戸籍が白いからバレないっていうのは分かるけど、バレてんだから戸籍関係ないけどね。まあね、もうバツイチではあるのは間違いないもんね、ずるいねこのやり方。今回もやってないんだ多分。じゃあ婚姻届け何なのかな。やんないんじゃないの、だってすぐ離婚するんだから。どれぐらいするのかな、1年持つと思う。持たない、持たない、持たないでしょう。そうだよ。どっち住むの、これ。向こうに住むんだよねもちろんね、アメリカにね、アメリカ人だからね。で学生所だって、まだ大学院で医学部に通う一般の生徒さん。まあ無理だよ、若いし向こうもそんな。なんで結婚なんだろうね、付き合ってるぐらいなものじゃダメなのかね、結婚したいと思うのかね。結構そういうのあるんだね多分。じゃあこの人ね、結婚願望みたいなね、実は、落ち着きたいのかな。それとも落ち着きたいとかある、なんかあるんじゃないの。本当はすがってきたんじゃないの、男性に。一人頑張ってきたから。でも25歳だよ相手、外人だからね、かっこいいんだよな、まあ、ほっとこう、うん、